はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、冷却棟のですね、まあ、よく出口とかに設置してあるストレーナのですね、目詰まりをどうやって知る方法をですね、お伝えしたいと思います。ストレーナー、通常配管があってですね、でストレーナーが中間に入ってるんですけど、これがですね、目詰まりを大体起こすんですね。まあ、例えば冷却棟だったら、冷却棟の出口にですねストレーナーがついている場合、例えば冷却棟に藻が繁殖してですね、それが流れてってストレーナーにどんどん詰まってくると。で、まあ、そこでストレーナーで捕まえてですね、今度設備の方に、藻とかですね、ゴミが行かないように、してるんですけど、これをですね、じゃあそのどのタイミングで掃除をすればいいのか、もう配管の外からですねストレーナー見て もう全然詰まってるかどうか分かんないしですね、でそれを分かるようにするのが配管のストレーナーのですね、前と後ろ前後にですね、配管に圧力計を取り付けまして、その圧力の差を見てですね、あ、そろそろこう詰まってきているから掃除をしようと、いうふうにやってることがですね、プラントなんかでは結構多いです。で、まあ、入り口側に圧力計、例えば 0.5 メガパスカルを示していると。で当然何もなければですね、もう通通の状態だったら 0.5 メガパスカルあるんですけど、出口もですね、でそれが、出口の方がですね圧力がフィルターが詰まってくるとどんどん圧力が下がってくるんですね。でそのタイミングで、ストレーナーの金網を掃除をしてやるというふうに、まあ、一つの目安としてですね、やられている現場が結構多いんじゃないかなというふうに思っています。でもうそれが何もついてなかったらですね、正直もう何も分かんないというところですね。大体ポンプにですね、ポンプの出口とかに圧力計がついてるんですけど、そうではなくてですね、そことまた別にストレーナーの入り口と出口、ここにですね圧力計をつけておけば、まあ、簡単にですね、そろそろもう交換とか掃除をですね、やらんといかんなというふうに、まあ、目安ができますんで、まあ普段のですね補修保全なんかをやられている方にとってはですね、非常に分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水、最近だんだん冷えなくなってきたなとかですね、もう冷却水の配管が詰まって水がちょろちょろしか出てこないようになってしまったとか、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと詳しい情報をですね、ご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。